中央アジアからイラン高原へ向かうフレグ、フレグの生成は、モンゴル帝国第四代皇帝、モンケの時代に、モンケの弟、フレグによって1253年から1260年にわたって行われた、征服戦争。この遠征軍が中核となり、イラン高原を中心に、フレグウルスが形成された。またこの後定位継承戦争を経て、モンゴル帝国は、 次第に分裂していくため、モンゴル帝国全体で行われる最後の大規模な遠征となった。父、フレグが西方遠征軍司令に任じられると、息子のアバカは弟ヨシムトラと共にこの西方遠征に従軍した。チンギスカンの生成において、イラン方面では、ホラーサーン、マーザンダラーン両地方ではすでに一定の支配権を確立し、オホデーの時代には、 イランチン・イヌ軍とイラン総督府が設置されていた。1241年12月に第2代皇帝、オホデ死去以後、1246年に第3代皇帝、グユクが即位したガバトゥと対立した結果、モンゴル帝国内で一時混乱が起こった。1247年8月にグユクはイルジギデーを指揮官としたペルシア遠征軍先発隊をイランに、 派遣した。1248年4月に、グユークが休止すると、ソルコクタニベキは、バトゥと協力して、1251年7月1日に、第4代皇帝モンケを即位させ、粛清などによって、オゴデ政権を排除し、10年に及んだ混乱は、ようやく収束された。モンケの時代には、イランチン・イヌ軍と、イラン総督府によって、その影響力は、 イラン全土にまで及びつつあったが、再び、モンゴル帝国は、バテュの生成以来となる東西への大遠征を企画し、モンケはクビライに東アジア計略を、フレグに西アジア計略をそれぞれ委ねることを発表した。フレグの生成の最大の目的は、イラン方面で未まだ、モンゴルに服属しないに大勢力、イスマー・イール派とアッパース朝の打倒とされるが、 目的がそれだけだとしたらその軍勢はあまりにも多すぎるため地中海への進出も計画していたのではないかという説もあるが結局モンケの死で遠征は中止され真相は不明であるこのため終始にフレグがモンケから統治権を委ねられたとする領域としてアム川の岸辺からミスルの境までという一句が品質するがこれは成立したばかりのマムルー区長のあった エジプトの征服も盛り込まれていたのではないかとも推測されている。またフレグウルスにおいて編纂された修士はフレグウルスの正当性を主張するためか遠征の目的がイランの地でのフレグウルスという国家の建設はそのものにあり、フレグは門家から内密にその要請を受けていたという話を載せている。フレグはイラン入りする過程で先行して イラン方面の支配を担当していたイランチン・イヌ軍と、イラン総督府に加え、ルームセルジューク朝、ファールスのアタベク政権サルグル朝、モースル、ロレスターンなどのアタベクたち、ケルマーンから北朝、キリキア・アルメニア王国、グルジア王国などのイラン高原一帯の小王侯、スルタンたちの思考を受け、それらを支配下に置いた。さらに北インドのカシミール方面のチン・イヌ軍、 いわゆるカラウナス軍団も、モンケの直命によって、フレグの幕下に加わり、モンゴル帝国勢力下の南西部にあった戦力の、ほとんどが、フレグの指揮下となったことになる。アラムート城塞の会場前述の通り、アルグンア赤を主犯とするイラン総督府と、バイジュノヤン率いるイラン異性における、モンゴル帝国のチン・イヌ軍である、タマ軍の活動によって、モンゴル帝国は、 イランの地の主要な拠点は押さえていたものの、シーア派の一派、イスマー・イール派の勢力が未だ、モンゴル軍に反抗を続けていた。暗殺教団とも呼ばれるニザール派は、アラムートの城塞を中心とする、南高不落の山城軍を、アルボルズ山脈やイラン南東部のクヒスターンなどの山岳地域に築きそれらを根拠地として、セルジューク朝時代から活動を続けていた。一部は、 シリア地方にも展開しており十字軍にも恐れられた、その暗殺技術によって、周辺地域に絶大な影響力を誇っていた。チンギスカンの時代にはニザール派、第25代教主ジャラールティーン派さんが、イラン高原にやってきた、チンギスカンに侵入を誓っていたものの、イラン支配の意図を明らかにし始めたモンゴルとは、次第に対立し始め、モンゴル軍の武将が暗殺される事件などにより、 両者の関係はさらに悪化。すでにグイクの時代から、モンゴル軍によるニザール派の攻撃は計画されつつ、あった。1254年、モンゴル皇帝、モンケの宮廷を訪れたギオムドルブルクは、カラコリムに滞在中にニザール派の資格400人が、モンケの命を狙って潜入したため、全死に戒厳令が敷かれたことを伝えている。モンケに、 西アジア方面の計略を任されたフレグは1253年、モンゴル高原を出発したものの、全軍は非常にゆっくりと公軍市1255年になって、ようやくサマルカンドに到着、その後機種でイラン総督ある軍の出迎えを受け、そこでようやくニザール派の攻撃を発表、イラン地方の諸勢力に参戦を求めた。しかし、この頃ニザール派、 第26代教主アラーウッディーン・ムハンマドが、神徒に殺されてしまい、その後長男、ルクヌ・ッディーン・フルシャーが、第27代教主を継ぐと状況は一変する。父ムハンマド三世と違い、フルシャーは、モンゴル帝国と妥協点を見出し和平を結ぼうと、交渉する路線を取り、盛んに、フレグに対して、外交交渉を行った。しかしフレグはその巧みな外交手腕を発揮して、 フルシャーと駆け引きしつつ1256年ようやくアムザリア側を越えたモンゴル軍を動かしアラム島を中心とする山城軍をじわじわと包囲させた。なおフルシャーはフレグと交渉を続けようと試みたがフレグはついにイマーム及びニザール派のモンゴルへの完全服従という無条件降伏を求める最後通帳を出し本格的な攻勢に出た。 モンゴル軍との戦闘でニザール派側が勝利する場面もあったが、石弓砲などの強力な工場兵器が威力を発揮して、老城側の継戦意欲をくじき、ついに、フルシャーは、停戦を小出で次郎を約束する胸を触れる側に伝えた。フルシャーは、身の安全を保障する直令を作成するよう要請してきたため、ジュバイニーがこれを起草した。 フルシャーのデジロをフィダーイーたちが阻止するなどの動きがあったが、ヒジュラ歴654年ズイコールルイコールカーダ月1日に、当時老城していたマイムーンディズニーで、フルシャーが降伏、デジロした。これを機に諸城祭は次々に、モンゴル軍に投降しニザール派は事実上その活動を終えた。フルシャーは降伏後に、フレグに艦隊され、 直衆やパイコなども授けられて、モンケのいるカラコルムに送られたが、モンケは、カラコルムに到着した彼の越見を許さずそのまま、送り返し、フルシャーは、モンケの命令によって、アルタイ山脈の道中で、護送の任に当たっていたモンゴル将兵らに、締め殺されたという。カラコルムからの直視によって、フルシャー処刑の報告を受けたフレグは、カズビーに止め置いた。 ブルシャーの一門の者もすべて殺害させた。バグダード包囲の様子にザール派の教団を、ほぼ制圧したモンゴル軍は素早く旋回し、多摩軍と連動して、動き現在のイラク方面に軍を進め、バグダードを包囲した。フレグは、当時のカリフ、ムスタースイムに降伏を勧告したもの,のムスタースイムは、これを拒否し、1258年2月5日、諸軍による包囲が完了し、 フレグがバグダード市街の東表に陣を敷き終えると、モンゴル軍によるバグダードの攻撃が始まった。アルメニア人、グルジア人、ペルシア人、トルコ人といった現地の諸勢力を吸収したモンゴル軍は圧倒的な戦力で20日間にわたってバグダードを攻めたが、その攻撃には当時でも最新の工場兵器が使われた。ヒジュラ歴656年サファル月4日。 ムスタースイムは降伏し、バグダードから出城した。その後、モンゴル軍やフレグの遠征に従軍したアルメニア王国やグルジア王国の軍などによって、一週間に渡り、バグダード市街の内外で、略奪や殺戮が行われた。カリフが出城して3日後の同年サファル月7日に、略奪が始まり、サファル月13日にモンゴル軍に投降して、市街地より外に出ていた。 バグダードの名士たちの懇願を受ける形で、フレグが戦闘停止命令を生存者の生命、財産の安堵を布告して、バグダードの戦闘は終了した。翌日、フレグは、事後処理を幕下の将軍たちなどに命じ、自身は死繍を避けて、バグダード郊外南西の枠府村というところに陣を張った。そこで、フレグは交流していたカリフに処刑を通知し、 サファル月15日にカリフ・ムスタースイムは、自らの子息二人と側近たちと共にその地で、処刑された。カリフはモンゴルが、鬼人の命を奪う、際の方法として、敷物で巻かれ、群馬に踏まれ、殺されたとも伝えられる。バグダード市内は略奪され、知恵の館なども失われてこの後バグダードが、かつての栄光を取り戻すことはなかった。以後、バグダードは、 イラーク・アラビー州の州都として、イルハン朝の財政を支える重要な拠点となり、さらには、イルハン朝君主の投影地として、たびたび君主のオールドが、バグダード郊外に営まれた。陥落当初、アッバース・朝から寝返ったカリフの最小異分あるアルカミーが、バグダードの行政を担当したが、ほどなく暗殺され、1260年代以降は、 世界征服者史の著者でもあるアラーウッディーン・アターマリク、ジュバイニーがバグダードの知事として亡くなるまで20年近く同地の行政を担いバグダードの復興に尽力する。アインジャールートの戦いついに当時のイスラーム社会において最高の権威を誇るアッパース長を屈服させたフレグは一旦アゼルバイジャン方面に行き休息した後遠征の 第3段階として1260年、シリア・エジプト方面への侵攻を開始した。かつての大国相友部長の権力はほとんどなく、まず、ダマスクスの君主、アルナスイール・ユースフが破れて、捕虜となり2月にはアレッポが、4月にはダマスクスが陥落した。この時点で、モンゴル軍は、今までの軍に加え、ルームセルジ1ク朝、モスルのアタベク政権。 キリキアアルメニア王国、さらに十字軍の諸勢力さえもモンゴル軍に参集しており、当時エジプトにはクーデターで成立したばかりのマムルーク長があったが、もはやモンゴル軍の進行を止めることは不可能に思われた。しかし、アレッポを攻略したばかりの時に大半門家の崩御が伝えられ、フレグはバットの生成の時と同様撤退することを余儀なくされてしまう。この時点ではまだフレグは、 定位を狙おうと考えていたとも言われるが、ともかくフレグは、キトブカを残し、アゼルバイジャン方面に進んだ。タブリーズに着いたところで、クビライとアリクブケの構想を聞き、もはや自分が定位を狙うのは、不可能だと悟ったフレグは、代わりに、イランの地に、遠征軍を中核として、自分の勢力を築こうと活動を始めた。一方、シリアに残留したキトブカは、独自に、 アイユーブ朝を攻略し、さらにエジプトのマムルーク朝のムザフファルクトゥーズに対しても、アインジャールートの戦いを挑んだが、反、クトゥーズ派のバイバルスらマムルークが起参したために、惨敗してしまう。この戦いの結果モンゴル軍の腐敗神話は、崩れフレグ率いる本体も、ジョジウルスとの対立で動けず、この後、モンゴル軍の勢力が、知り合い勢に進むことはなく、逆に、 モンゴル軍を撃退したマムルーク長はその基盤を強固なものとした。ありがとうございます。